頑張れば多分オーナー賞もこのステージ乗り切ってくれると思いますのでね、オーナー賞久々だね。まだまだあるんで一緒に盛り上がっていきましょう。もう一回このリズムになります。その話の流れは主役になれなかった。君という名のホルンをいつか必ずできるさ。ラストを聴いていただきつつ、オーナー賞登場してくれました。ちょっと久々に会えて嬉しいですね。ありがとうございます。ということで、クストと申します。地元に戻って聞くよね、通信中に出していただきます。で、せっかくオーナー賞来てもらってその場所じゃ見にくいと思うので上がってこれるのかな。今日なんか足長いし上がれそうな気がする。いける？行くの？迷わず進み出したけど。あのさっき聞いたら前の